おはようございます。湯本雄二です。今日は、大阪にある、岸和田市の岸和田一文寺に来ております。最近は小型ながら数が釣れているということなんで、なんとかそれを攻略したいと思っております。それでは団子の作り方を説明したいと思います。今日はここ水深がですね、だいたい7メートルちょっとぐらいですか。ですから少し団子を軽くするという意味で、今日のこういうチョイスをしております。で、まずは、奇襲パワーですね。で、その次に比重を落とす意味で鳩団子知能少々入れます。で、それからバラケですね。バラケを良くするために、激アラを入れます。それから、魚を寄せる意味でアメーバを入れるという形で今から作っていきたいと思います。それではですね、まず奇襲パワー1袋、で、鳩団子知能なんですけども、これはだいたい3分の1入れます。大体これぐらいですね。まず最初に、団子自体を混ぜていきます。これにですね、海水を 200cc 入れます。で、まずこれを混ぜます。もうこれいつも私のやり方なんですけど、団子を入れたら、必ず海水を少し入れて粉もんに少し水分を与えるという形を取らせてもらってます。で、次に、激アラですね。これを半袋入れます。続いて最後に、アメエビを入れます。だいたいカップ2杯ぐらいです。で、まずですね、アメエビと激アラのミンチをですね、まず団子の上でこう均等に混ぜてもらいます。はい、だいたいこれで今混ざってるんで、ここから団子剤を下から上に入れてずっと混ぜていきます。この時に少し手でこう押すような感じで水分を少し入れ込むような形で団子を混ぜていってください。はい、こんな感じです。それでは今から棚を取らせてもらいます。で、私の場合はこう素張りに団子を巻いて、で、団子の重みで、浮きの沈みを見て、棚を取ります。で、棚取るときはやっぱりしっかりそこまで行ってほしいので、団子は少しきつめに握っておきます。で、今右からちょっと風が来てて、多分上の潮は左に流れ出てると思うんですけども、とりあえず棚取るときは糸がどのぐらい流れるかとかいうのを全部知りたいんで、特に糸をさばかずそのまま糸を出していきます。今多分着底してるんですけど、浮きがまだプカッと浮いてる状態なんで少し深いんで、今度はちょっと棚を詰めていきます。
早く釣りたいっていうのもあると思うんですけど、焦らずきっちり棚取ってもらって、これも巻き餌になりますんで、ゆっくり正確に取っていくことを心がけていったもらった方がいいと思います。これまたボラかかってるはず。ほらこれすごいボラおりますわ。ほら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 、ちゃんと取れるまで。すごい当たりです。風が右から来てるんですけど、そんなに糸持っていかれないんで、だいたいこれぐらいで、もうボラが当たってるんで、団子当たり出てるんで、この程度で棚は OK やと思います。まずはとりあえずオキア見つけて第1頭行きます。もう団子をボラが持っていったかもしれません。すごくちっちゃいですけど、かかってオキアミなんですけど、頭を必ず切って、切った方から針に刺します。こんな感じです。表層の風が非常に強くて、ええ、
で、団子が割れるまでの間ですね、30秒なり40秒なり、それまでもうどうしてもメンディングだけでは対応できないぐらいの風が吹いてたので、それプラスアルファの棚を取って、基本的にもメンディングもしっかりしてるんですけども、それ以上に流れるのでそれを考慮してかなり深めに取ってます。先ほどの花の話にも共通するんですけども、非常にもう風で上潮が流れているということで、団子を割れる間はもう必ず浮きが流れるという前提で、その距離感分ですね、この間であれば大体4メーターから5メーターぐらい、のはわし幅を入れて、でその位置に来たら、団子は割れていると、でそれまでの距離感であれば、ボラが触ってるという判断で、あ、これ以上来たんで、あ、団子割れたなということで、それ以降は全部当たりというふうな認識をしてました。